その屋敷から出ないとメインホールから出られるかも。分かった。あと腕のはコデックスっていうの、なくさないで、大事なものだよ。何なんだこいつ。おい、こっちだ。おい、頼む、助けてくれ。ちょっと落ち着いて。あんたここの人間なのか、つまりこの家に住んでるのか。俺が？そうじゃない、違う。そうか、実はこの辺りで失踪事件があったと通報を受けてね。それどころじゃない、ここから出たいんだ。まあ落ち着けって。俺の話を聞いてくれ、この家のイカれた奴らに殺されそうなんだ。そうか、じゃあ言わせてもらうが、そういうあんたこそあんまりまともな人間には見えないぞ。ふざけないでくれ。いいか、さっきも言ったが、この辺りで失踪事件が頻発してるんだ。疑ってるわけじゃないが、あんたみたいなよそ者が関わってないともまだ言い切れないからな。分かったよ、何でも話すから。よし、分かればいいんだ。じゃあガレージがあるだろう、そこで話そう。待ってくれ、その銃を貸してくれ。あんたどうかしてるんじゃないか。なあ、保安官。保安官補佐だ。保安官補佐、どっちがいい。俺を新聞の死亡記事で見るか、助け一躍ヒーローになるか。ポケットナイフだって。ああ、持っていけ、これで十分だろ。ほら、さっさとガレージへ行け、今すぐ。ナイフでどうしろってんだ。おい、こんなとこ早く出よう。いいか、まずこんな夜中に一人で何をしてるのか説明しろ。俺が？あんたもだろ。俺は仕事だ。いいか、本当のことを話すんだ。質問に答えろ。言っても信じるわけないさ。答えろ。おい、シャッターを閉めるな。やめろ、閉めるんじゃない。よせ。仕方ない、お前もここで殺してやる。俺たちで。ああ、いいね、一緒にドライブを楽しもうぜ。何してる、やめろ、やめろ。おいおい、何しやがる、どうしてくれるんだよこのクソ野郎めが。これで終わりじゃないぞ。そうだろう。
しっかり見ておけよ。今から面白いものを見せてやる。マジかよ。父さんにいじめられた？父親なのか。昔はね。残念だが、奴はもう死んだ。あんたならできるかもね。え、何のことだ。やってもらいたいことがあるんだけど、今は話せない。鍵がいるかもしれないけど、とにかくこの屋敷から出てる。分かった。また連絡する。どうだ、驚いたな。あんなもんでくたばると思ったか。俺たちにあの子が力をくれたんだよ。そしてその力はいつも俺の中に流れる。わかるだろう？俺たち家族もあの子の力がもたらした。どういうことかっていうとな、お前は終わりだ。お前はもう逃げられないんだ。どうだ、生かすだろう。おい、正気かよ。そうだ、坊や、それでいい。なあ、頼むから、もう二度と起き上がるな。やったね。無事に出たのはあんたが初めてだよ。俺に頼みってなんだ。それをやれば出られるのか。そう、よく聞いてね、イーサン。私たち家族は体を怪我されてるんだ。この汚れを取らない限りここからは出られない。ミアも同じだよ。治す方法があるのか。血清がいるの。血清さえあれば元の体に戻れる。手遅れじゃなければだけど。分かった。どこにあるんだ。それが分かれば私だってとっくに逃げてるよ。でも母さんがきっと休館の中のどこかに隠してるはずなんだ。血清が手に入ればミアを治して帰れるんだな。ああ、そういうことだね。休館は沼のそばだからすぐ見つかるよ。分かった。でも母さんもそこにいると思う。母さん、気をつけて。みんなあんたを探してる。イーサン、もしこれを見たら、もう私が何を言っても信じてもらえないだろうけど、あんなことがあったし、ひどいことをした。でもこれだけは信じて、あれは私じゃないの。何が起きたのかはわからないけど、伝えたいことがたくさんあるのよ。そこにいたのかい。肝を冷やしたじゃないか、お嬢ちゃん。また捕まるわけにはいかない。どこへ行くつもりだい。ここには入るなって言ったはずだよ。
だろう。いけない子だね。多分これだ。どう？血清は見つかった？お前の母親と虫に襲われたんだぞ。なんで言ってくれなかった？